俺は今こういうところに来たんだなっていう、ね、客層があまり違うよ ね、 ね、若い女性たちに聞かせるような曲なのか、今ここにいて葛藤しています。葛藤するけど出すもんがこれしかないから出しちゃえみたいな ね、 でね、普段は飲み屋さんを、ね、30代、40代、50代とかそういうおっさん相手に飲み屋さん、焼き鳥屋さんと呼ばれてますけれども、ぜひ今夜は自分がおっさんになったつもりで聞いてやってください。
幸せなんだ、人の気に歌う。
Yeah.
外の音が出てきて、どうだい、おっさんになった気分は。いやおっさんだ、おっさんだ、おっさんだよ、今日は人生の中でいい話、おっさんのつもりねえよってね、何言ってんだこのおっさんみたいなだってあのさっきのね、ケイタ君、あの彼を見てると顔つき全然違うからね、何か違う感じを、あいつもおっさんだよ、いやいやいや、苦笑い、苦笑い、超超苦笑いまあ今に始まったことじゃないですなんかあのね、フライヤーにもおもてなしってねなってたんで、俺もやっぱり少しはね、おもてなしをね、今年で47歳になるんですが、だんだん自分も自分勝手に音楽をやってきたけど、そろそろ俺もおもてなしをしなきゃいけないんじゃないかってね思うようになってね、そんなんでこの歌をじゃあみんなに癒しの歌を、ね、自分の歌の中で一番癒しが強い、強すぎるんじゃないかっていうぐらいね みんながね、生きてきた中で聞いてきた癒しとは違うからもしれないけどあの玉川学園の隣の町、町田駅のあの裏の方で商売している売春婦のおばちゃんのことを歌った歌をね、癒してるわけだから、彼女も毎日町田の売春婦、深海魚の顔を持つ街で流れてたでしょ、ここの道具
部分だけね取り上げられちゃったから、あれ新海魚の顔を持つ女だったから、もう一回息を合わせて、魚、そんな苦笑いはいいから歌ってくれよ、魚、いいぜ。
こんな俺でもお食事が美味しくなるよ歌おうと心がかけております。矛盾しているようだけれども唯一この歌はそんな素直な気持ちが歌えてるんじゃないかなと。白いご飯によく似合うという歌を聴いてくださいね。
ありがとう。もうね、飯食いたいよね。どういうシステムになってるか知らないけど、このイベントはなんかね、ルールがあるみたいなんで ね、 ね、なんか、あ、俺がなんか終わったら食えるのかな。食えるの、食べれません。食べれない、食べれないだってなんだろう、なんだろう。あ、ゲーム一通りもう腹ペコにさせて、小皿に少しか乗ってないのかな、大丈夫。食べれません。あ、食べれません。あんまりわがまま言うと食べれません。食べれないそうです。あんまわがまま言うと、だんだんでもあの顔つきも変わってきちゃうんじゃないかなっていう、最後の人の形になってくる人の。あれですよ、最後の人たち食われちゃうんじゃない、大丈夫。あんまりわがまま言うと食べれませんから。まああのね、ドアのところに彼が立ってるから出す気はないかな。絶対に出す気はないから飛び降りるしかない。飛び降りる。今俺代弁したよね、みんなの気持ちを。いつ食え、いつ食え。長谷川さん、長谷川さん、食べれませんからね、わがまま言うと食べれませんからね。だってまあほら、たまにはいいんじゃないですか、こういう食べれないディナーショーみたいな。ありがとうございました。カクダリデートクラブでした。君の思い出アルバムの